クバスファイヤー。いつかはお前の惚れさせてやるぜ。はい、こんばんは。こんばんは。こぐま酒のお時間です。はい。ゲストです。こんばんは。こんばんは。イオシスです。イオシスの拓也さんと社長さんです。やってます。やってます。始まってます。お先に。すいません、すいません。やってます。楽しく飲もうね、仲間。そう。5月でしたっけ、前回。はいね、5月以来の、お越しいただいておりますが、はい、プチ忘年会的な感じで今日はね、そうですね、お送りしたいと思います。飲みに来ました。はい、バッチにも登場してるよ。あ、そうですね、こぐま酒バッチガチャガチャのやつね、はい、お二人も登場しておりますが、いえ、もう早速ね、飲まれてますね。そう、ちょっと一足お先にもうビールもいただいてですね、はい、じゃあ僕らもちょっと1本目のお酒を出しまして、はい、じゃあ進めますか。準備をいたします。年末っていいね。ざっくりとざっくりしてる。何がいいですか。年末のどこが好きですか。ザ年末。いや、まあ年末はね、飲む機会も多いですからね。何かにつけて飲みますからね、うん、そうそうそう。あれですよ、この前イオシスのボイボイさんとクロさんと、ああ、やばい、ああ、本当ですか。行かせていただいて、ああ、それはよかった。忘年会シーズンね、忘年会シーズン、はい、うち忘年会とかしないんですよ。あら、奇遇ですね。うちもしますよ。そう、他社とはするっていう、ね、グラスの方、はい、社内ではしない。年末忙しいんで、一本目のお酒やんないです。そうか、そうか、そうですよね。あ、僕はまだ大丈夫です。はい、別の方行きますね。そう、だからイオシスは新宿で。忙しいの。あ、忙しいっすね、忙しいっすね。うん、なかなか。いや、まあそうですよね。でもだいぶ落ち着いてきましたけどね。まあ、12月30日に新宿で、そう、忘年会やりますから。やりますもんね。忘年会、金取ってやりますから。うん、新宿ロフトプラスワンでやります。それもう皆さん行かれるんですか。僕は行きます。博士と社長と、はい、高橋さん行かない。僕行かないです。博士が総合司会を務めます。そうですよね、はい、ロフトといえば博士ですもんね。そうなの。博士今日何してるんですか。博士何してるんですかね。まあグラグラと、まあうろうろしてるんじゃないですかね。うろうろしながら肉と油を頬張っているんじゃないかと思います。油を摂取してる。そうですね、寒いですから。やっぱ油を取らないすっかり東京の人ですよね。東京の人、黒さんは来ないの。今日は来ないですね、黒さんはね。今日はいないですね、悪魔様。今日は陣羽織着てるんだね。さすが目ざとい、よく気づかれました。そうよ。年末ですからねって言おうとしたけど、別に年末着る必要ないですよね。固まった。正月とかでよかったですよね、お召し物。いや、まあお召し物ですけど、まあいっか、まあいいや。拓也さん、角生えた。はい、生えてますね。ちょっと生えてみました。時期が時期なんで、締めに。あ、ビシッとさ、なるほどね。そう、拓也さんと社長は、クリスマス仕様ですよ。そう、たまたま今日着てた服が赤かったんで、うん、あと帽子だけかぶればいいかと思って。雑なサンタクロース。サンタセットいっぱいありますからね。俺ここ来ればなんかあるんだろうと思って何も持ってなかったです。あ、ん？読めない。あ、あさってクリスマス。何する。クリスマスイブ。明後日何します。え、19時半からのあれじゃなくて、今うちはユーストです。悪魔さんです。いや、それ見ますよ。それを、それを見る。悪魔様のユーストを見て、うん、
その後21時から、うん、ヌルポ放送局やります。口より広い、ね、生放送。しかも僕ら2本撮りやりますから、ね、その後は私は3撮りますから。あ、寂しい。そうですよ、クリスマスの夜にさ、そうそう、だから今年さ、ほら寂しい話を募集してるから、寂しい話、その実話を送ってくれたら、はい、生放送やってますから、はい、金が鳴る。生放送2本撮りの2本目はだってもう明けましておめでとうございますってやりますから、ね、元旦放送を撮る。ああ、そうなんだ。あ、そんな前撮りをするんですね。そうです、そうです。あ、いいな、なんか、そっかそっか、おすすめですよ。ちょっと早速1本目を、はい、ね、いただきましょう、はい、まあ飲もうぜ、本日飲もうや1本目がどこだ、青森県弘前市株式会社斉藤酒造店さんの、ロッコン純米大吟醸です、はい、ロッコン、ロッコン、うん、うん、なんか高そうな意味なし高一みたいなのが書いてますね、その呪いみたいなのが裏に書いてますけどね、なんか背景のお経がなんかすごいですね、うん、ではではでは早速ちょっと今日ちょっと遠いですね、乾杯を、皆さんでいただきましょう、はい、本日1本目の酒です、ロックコン、いただきます、乾杯、乾杯、乾杯、香りがすごい甘、うん、一緒、ジンバオリ弾くんだ、弾くんですね、撥水性チリメンだから、いい素材だ、チリメンだからね、ちょっとタオルタオルタオル、でもこれかっこいいですね、龍の、そうなんですよ、龍の文様が入ってますよ、ね、すごい、宇宙にこんなに弾く、ああ、あれあれあれ、どうしたどうした、え、あれ、ささやかな差し入れ、差し入れ、あ、差し入れが、差し入れ、おっと、サプライズ、あー、わー、ちょ、え、でかい、あ、すごい、カメラ近い、わー、ありがとうございます、差し入れだ、じゃあカメラにまずこれ喜んでいいのかな、わー、わー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 わえ、何それ、何と何と何、エビ、エビとマシュマロとチョコとですね、エビってどういうこと、エビの燻製みたいな、チョコレートエビじゃない、エビじゃない、あー、はいはい、マシュマロとエビの燻製にチョコソースがけ、え、おーおおおおおおおかわいい、こわちゃって感じ、かわいい、かわいいけど去っていったぞこれ。あ、こんだけ、ありがとうございます、ありがとうございます、すごい、すごい、サプライズだ、サプライズ、これエビにめっちゃめっちゃチョコかかってますけど、かかってますね、いや、こういうのが怖いから25日コアちゃんの番組用意したんですけどね、エビフレーバー出てきちゃいましたね。ささやかな、これは差し入れということで、どうしよう、そうか、結構ありますよ、すごいな、はい、あのいらねえ。いや、まあまあちょっと、まあ、ね、まあ、マジっすか、せっかく遠慮、遠慮しないで、ね、はい、あ、じゃあちょっと、じゃあ、はい、ちょっと、じゃあいただきますけども、マシュマロにエビが突っ込んでるよ、本当だ、あ、本当だ、うまいわけなし、ね、これすごいな、わあ、なんか爪楊枝がなんか、うん、誕生日ケーキ感を出してる、いや、ポヒョウみたいな、これ火つけ、外場、外場か何かみたいな、外場、ちょ、ちょっと、まあまあまあ、まあ、ツイートしますよ、外場、これね、すごいね、ぜひちょっとこれ食べてみてください、マジっすか、うん、じゃ僕トップバッターで、僕はね、あれですよ、結構エビ好きだからね、これは何セットになってるの、セットになってますね、あ、何これ、いや、靴下、なるほど、何クリスマスの、クリスマスのね、靴下的なあれ、靴下に雪が積もってるようなね、そういうこと、かわいい、ここでちゃんと全部刺さってるんだ、エビの足、靴下、え、それでワンセットなんですね、これでもさ、じゃあちょっと、え、どうしたらいいの、いや、もう丸ごとじゃないですか、丸ごと、ちょっと口大きく開けて、靴下に雪積もんねえし。まあね、まあね。あ、ボリボリ言ってますよ、うん、どうですか、うん、うん、エビの、エビの塩気が、
まだ言いますよ、そう黄色い影チラチラしてるんで発言に気をつけてください。エビの塩気とチョコレートの甘みのハーモニー、うん、おーおーおー、これだって地獄絵図ですよ八つ墓村みたいなあぜひね、これぐらいの方がバランスいいんじゃないですか。そうですね、甘み、いけるいけるじゃ、俺好きこれうまい、優しい、いやマジでマジで優しい。あのね、うん、マシュマロの食感と甘みの中に入ってくる、うん、エビの生臭さ完成パワフルな生臭さ、うん、いや絶対地獄ロール絶対そのまま食べたかったな地獄ロールしゃべっときますか、ね、地獄ロールそっか、いや、まあまあ、普通にねスイーツとしてあり、しないよあの塩キャラメルとかあるじゃないですか。ああなるほどね、ああいう系に近い、エビの塩味でマシュマロの甘みが引き立つみたいなね、うんうんうん、すごい、まあ、2個目いく、もう1個いっていいですか。いやいいですよ、全部いっていいですよ日本酒にはちょっと合わないかな、ね、ちょっと合わないかな、うんうん、ちなみにこれもちょっとおつまみが、あ、ちゃんとしてちゃんとしたやつちゃんとしたの出てきましたよなんだ今日あれですね、お昼に、はい、殿からいただいた、はい、鮭キムチ、うん、ちゃんとしてますよこれ。そうユニットのにもらったやつね。うん、あとこっちがカツオですね。これはあれか、四国でもらったやつがまだ真空パックが残ってた。あ、そういうことなんですかね。あ、高知県、そうですね。そうですよね。はい、すごい。すごい。ソフトサラダカツオって書いてます、ね。あ、よかった。こういうの待ってたよ。北のものと南のものと、そうそしてエビのものと、マシュマロと、マシュマロといろいろありますな。あとお持ちいただいたのもあります、ね。そう、今日は僕らもね持ってきましたから。そう、これ酒のあてを。コンビーフですよね。コンビーフです。コンビーフとわさびってことですか。そうです。コンビーフ、そうで、コンビーフのちょっと安いバージョン、うん、コンミート。これね、100円ぐらい安い。聞いたことない。コンビーフは300円ぐらいなんだけど、コンミートは200円ぐらいで。なるほど、馬肉ミックスってことですか。そうです。でこれにねわさび。それ大丈夫ですか。大丈夫です。それはあのビストロ社長的なことになっちゃうんじゃないですか。うん、これはねあのおすすめ安心しておすすめできる。じゃあ後でなんか、うん、でお箸とか渡せば、はい、ここでちょっと、はい、ちょっと後で作ります。これ私、お箸ありますか。あ、お箸、あ、お歳暮ね、お歳暮、お歳暮の写真撮っててはい、お歳暮、殿の前髪薄くなっちゃった。鮭キムチってユニ名物ですか。いや知らないですね、初めて聞きました、ね、はい、なんかくれたんですよね、でも殿はね。そうですね、はい、ではでは、じゃあ早速レビューの方もね、こちら、はい、クリパに忘れていたこのチャートシートね、はい、書きながら。今日はちなみに2本ですね。2本ですね、はい、2本プラスちょっとやること特別な、はい、特別な、企画があります、ね、す企画盛りだくさんですね。もうコアちゃんも入ってくるわ、うん、ちょっと今コアちゃんからの差し入れでちょっと日本酒の話が飛んじゃいましたけど。いやそうですよね、すごく美味しい日本酒です。これ甘くないですかね。もう僕ちょっとここまで甘いのは、うん、甘いっすね。甘いですね。ただ、うん、お高いお酒の味はしますよね、はい、そうですね、これいいお酒ですね。あ、そらち姫がいますね。味が濃い、うん、6根ですね。6根です、青森の酒ですね。あー、なんだろう、根っこ6根、どういう由来の名前なんですかね。何も書いてない説明はなかったです。何もないです、一つ目の項目は甘み濃厚と5。そうですね、もうちょっとなんか甘ったるいわけじゃないですけど、グーってきますよね、前に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 ね。ちょっとおかわりしよう。うん、おいしい。いいな。あ、でも甘いものの中では飲める。ちょっともう一個エビいこうか大丈夫ですか。すみません。いや、うまいっすよ。え、
キムチ経てからのよくそっちに戻れました。あ、キムチ僕まだ食べてないですけど。キムチ美味しいですよ。キムチ美味しいですよね。キムチ美味いです、うん、これね、エビがね刺さるね、うん、あの、そう、それあれ、ね、一口で行こうとすると、うん、喉の奥の方に刺さっちゃうから。あ、博士はタイムラインにいましたね。めっちゃ忘年会じゃんって言ってますよ。あと、コアちゃんもタイムラインにいますね。おう。なるほどね。あと、姫がいましたね。そらち姫が、鮭キムチはユニで作って売ってるんだよって言ってます。これうまい。なるほど。そっかそっか。2つ目。まろやか舌触り4。うん。うん、それ社長が言いましたよ。まろやかですね、確かに。ただこれアルコール度数は結構強いんですかね。17度、まあまあやや強いぐらいですね。精米歩合が 40%、 磨いてますね結構。この大事の背景の文字は何なんですか。耳とか鼻とか、ね、耳、鼻、舌、何これ。鼻、舌、耳、あ、五感で楽しむ的な。目、罪、触り、目、あ、第六感まで楽しむってこと。いや、8種類ぐらいありますよ。8種類6本とは関係なかった。関係なさそうですよ。これスピーカーなんかザラザラ言ってザラザラ言ってますね。スピーカーがおかしいんですかね、それとも配信、うん、ああ、いや、スピーカーなのかな。ああ、スピーカーじゃないですか、うん、まい、あ、どんどんいきますね。3つ目、漢字の多さ5。ラベルネタを1個入れますよね。そうやね。いや、コアちゃんの当てを僕も食べろというコメントが来てるので、ちょっと一つ。これどれを選んでもエビがついてくるんですか、ね。はい、しっかり組み合わさって刺さってます。あ、それ何これ。2つすごい、ブリッジみたいな。マシュマロからのエビブリッジ。すごいな。マシュマロ当たりだ。芸術的だな。あ、崩れる。あ、斬新な料理ですけども。でもロッコンがね、甘い日本酒だからね、これね、組み合わせとしてはね、これ非常にいいですよ。いくないですよ。やっぱり。そう思ったんですよね。エビにチョコレートってこんなに合わないんですね。エビだけなら美味しいんでしょうね、これね。エビは普通にね、日本酒のあてとしては。たくやさん、もう一個。どうぞ。そうだね。ひょっとして2本目のやつで合うかもしれないよ。うん、あ、そうだね。うん、次の、ちょっと取ってよ。次のさ、そうだね。キムチ。かわし上手。で、その間に俺が食べちゃうかもしれないよ。そうか。いや、それしょうがないな。うん、優しいな。いや、今日ね、すごい一日忙しくて、うん、朝ごはんと昼ごはん食べれなかったんですよ。それでこれ食べたら吐きますよ。絶対に。大丈夫ですか。大丈夫、全然。やっぱ僕ちょっとね、人と味覚が違うかもしれない。最近ね、気づいたんですけど、コアちゃんと会うかもしれないですね、うん、そうかな。そうかも。2人で番組やったらいいじゃないですか。誰も損しないじゃないですか。4つ目の項目出た、指紋のつきやすさ4。このすりガラスのボトルの場合、一回はこれ書くんですよ。これ不調の時のね、サインですから。いじりようがない。そう、まあ、でもちょっと特徴はすごい強いですね。エビが残るな。エビを食べた
記憶がフラッシュバックしますね、うん、あ、もやしも食べろって言われてますよ。え、何ですか？あ、ぜひぜひ。エビチョコ。キムチじゃなくて。5つ目の項目、女子にもおすすめ度5。うん、でもこれ多分一緒に飲み行ってこれおすすめだよっていうには高くないですか？これガバガバ飲まれたら結構しんどいと思うんですね。あ、もう見せなくていいよ、もうピントが、もうピントが来ない。なんか、うん、あったあった。これ味ないやつ。醤油は、醤油ある、醤油。はい。うん。はい。うん。うん。なんかないの？一言ないの？もやしさんの感想は。食べれますね。食べれます。はい。アイキャいいと。僕最近甘いもの苦手で、ケーキ一かけで入っちゃったりするんですよ。でもこれ大丈夫でした。あ、エビの塩気のおかげで、はい、中和されるから。あれ 4人食べて2人いけるっていう。甘いもの苦手な人もいける、まあ、そうスイーツみたいなね。あ、なるほどね。5つ目の項目、追記ね、量は少なめってやつね。そしてベスト当ての方、じゃあお願いします。うん、コアちゃんの料理支持率 50% 結構高い。意外と高い。柿の種のチョコがけみたいな感じですか？あー、いやー、あー、確かに近い感じにはなりますね。うん、あー、うん、え、うん、近いかな。柿の種は生臭くないからな。エビがもう暴れてますよね。そのチョコをまとって口の中で暴れてるエビがもうなんともなんない、うん、海系スイーツですね。初めて。海系ってなんだろう。海系スイーツですね。確かに。やっぱりコアちゃんと一緒に番組やった方がいいね。マジでね。いけんじゃないですか。やばいな、それはすごい美味しく、美味しく食べちゃうよ。任せてって言ってますよ、コアちゃんに。マジで。やった、僕も今日はね、披露しますから。そうですね、これなんかちょっと怖くなってきたな。ベスト当ての方がですね、あ、塩エビマシュマロ、もやし社長的に、え、なにこれ、ドクロクリスマスパーティー、ヨレナコアちゃんのビュー、やばい、ダイナミックでしょ、すごい、皮が入って塩エビマシュマロ、ついてます。僕と社長さんは、うん、この当てがベスト当てなんだね、うん、っていうことなんでしょうね。いや、ていうかまだ僕これしかまだ食べてない。あ、そうなんですか。絶対こっちの方がベストです。え？絶対に。選択肢1個でベストって言っちゃうのね。なるほど、ね、これ俺様的じゃなくて、もやしと社長的なベスト当てでしたね。いただきます。いや、例えるならばをちょっとお願いします。僕もちょっとその鮭キムチが食べたいんですけど、どうですか？ちょっといただいていいですか？はい、このまま。はい。鮭キムチうまいですよ。美味しい。いや、美味しそうですもんね。あ、もう一つの方何でしたっけ？これがソフトカツオ。ソフトカツオです。ソフトカツオ、これも美味しい、はい、うん。ちょっと薄味かもしれないんで、なんか醤油とか。はい、醤油かけてちょうどいい感じ。うんうん。あ、うまい。どれどれ、キムチも。あ、上品なキムチの味がしますね。そうですね、そこまで辛くない、うんうんうん、で、鮭の味もちゃんとする、うん、あ、これは美味しいね、うん、これはお酒進みますね、うんうん、こういうのがいい。ベスト書くの早まったんじゃないですか。ベスト更新です。その日のうちに更新しました。ベスト更新しましたね。あ、辛い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 、たくやさんが早速ツイート、もうそっからしてるんですね。してます。なるほど。あ、さーっていう音が聞こえる人がいる。テーブルかな。
違うか、なんだろう、まあまあいいか。酒飲みながらツイートしながらなんか酒飲んでる番組っていいですね、うん、いいですよ、もうこの番組はもう何でもいいんですよ何してもいいんで。あれ中山さんもタイムラインにいる今日、なんか多いですね、みんないますね、みんな忘年会に参加して忘年会ですからね、タイムラインで見てる人も一緒に忘年会ですからね今日はね、はい、できました、本日1本目の酒6本食べれるならばこちらです。じゃじゃじゃん、一口チミに飲ませたら俺様の射程圏内ロックオン、ロックオン、ロックオン、おおおい、おお、あちゃ届かなかったピーになっちゃったちょっと遠いんですよ今日ピーになっちゃロックオン、あうまいですね、いきなりアダルトな話になっちゃったピロックオンからのねエロい本になっちゃうなるほど、いいいい一言ですね、かっこいい、はい、はい、ちょっとではではでは綺麗にまとまったところで2本目の準備をお願いいたします、はい、じゃあ皆さんおチョコの方を、はい、すいません、はいはいはい、はい、みんな開いております。2本目もなんか2本目もすごい瓶が変わってますね、すごい形してますね、なんかドクロマーク書いてある。あっくまさんも今日肌ツヤいいね、なんか違いますいつもと肌ツヤいいんだ、テカってる、いやテカってはないテカってはないですよ、テカってたことありましたねこんだけこんだけ体毛あってテカることないですよ絶対あれですか、もやしがなんか作業してるからガサガサなるんですかね。いやでも変わってる時も、なんか微妙にブツブツ言いますね。あ、なんかなんだろう、どれだろう。ケーブル？ん？何これ？あ、ツヤ、ツヤがいい。ちょっと後ろに回して。ちょシャメと。アフターファイブ。はい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 。アフターファイブっていつも出勤するの昼頃でしょ。赤さんは別にここに住んでますから。あ、ありがとうございます。はい。はい、じゃあ瓶の方ちょっと、はい、こちらに変わった瓶ですか、ね。これはすごい形。初めて見ましたね。はい。おお。ちょっと一回寄ってもらっていいですか。これどれぐらい入るんですか。どれぐらいですかね。800。4号以上入るんだ。4号ちょいぐらいですか。うん。壺？壺みたいな。そう。ね。新潟県南魚沼市、なんだ？八海醸造株式会社さんの八海さん、うん、純米大吟醸、何？金剛神って書いてある。季節限定品って書いてますね。うん。八海さんはまあまあ有名なもうブランドですが、はい、八海さん、え？ちょっと分からなかったけど、この形は多分限定品のね、だからっていうことなんですかね。そうですよね。うまいでしょ。何が？八海さん。ちょこんなに噛み合わなかったことあるいつもだいたいよくあんな
悪魔さんの言いたいこと汲み取れるねって言われるぐらいなんですけど、今一つも汲み取れなかったですね。八海さん、お間違い、あ、間違いないって話ね。ああ、うん、そっかそっか。いや、そうそう、これはもう美味しいでしょうとの、純米大吟醸のさらに限定品らしいです。これやばい、やばいです。もう最上級、最上級、すごい。じゃあ早速いただきましょう。本日2本目、八海さん、いただき、あ、ちょっと、はい、乾杯。八海さん、乾杯。八海さん、おお、すごいビリビリくる。最上級。ああ、ちょっと、ちょっと、まあいいか。もうこの最上級も弾く、この足で吸ってます。足で吸収してます。わ、すごいなこれ。うまい。すごいですね。すごい、すごい、このうまいっすね。これすごい。ああ、これはいいお酒ですわ。タオルが見つからない。あ、すごい。もしカメラがすごい上だわ。天井が雫だね。天井初公開。これ欲しいな。このお酒欲しい。これは多分自分では買えないお値段じゃないですか。ちょっと、うん、買えないかな。すごい。じゃあ早速ちょっと、ちょっと悪魔さん、お手手、お手手、お手手出してください。はい、うん、カツオが合いますね。2本目、八海さんのね、ちょっとレビューを、じゃあいきましょうか。いやー、これはお、カツオにキムチを乗せちゃう。若干なんか瓶の形がハクション大魔王ね、あ、耳の取っ手がついてたら、取っ手があればあとは大魔王出てきそうな。あ、これですか。え、このお値段なんですか。すごいお値段が。今あの拓也さんが検索してる、すぐお値段とか調べてすごい出てきた。いや、そうでしょ、そうだと思うんですよ。これちょっと、これはね、あの通販サイトの購入ボタンを押すときちょっとビビりますね。いや、それぐらいだと思います。これはいやありがたや、美味しいです。まあまあ値段ではないんですけどね、そのいただけるだけでありがたいっていうね。ただ、うん、値段相応の、いや、そうですね、やっぱり。もう返しちゃった。一つ目これね、見えますか。形がね、ハクション感、ハクション感、ハクション感5、ハクション感、スライムみたいなあれですけど、目が、うん、こんばんは、お邪魔します。こんばんは。あ、もう値段出しちゃってる人がいますね。調べちゃった。11,000円。1万、同じサイズです。いや、4号瓶で1万超えちゃう、たまんないですね。いや、でもね、美味しい、うん、ね。精米具合 40% はさっきと一緒ですよね。うん、まあ南魚沼市って言ったら、まあ米のブランドコシヒカリの 名産地ですよね。うん、すごいですね。やっとつながったことは問題ないですよ。うん、スピーカーなんか、僕がスイッチみたいなのを触ったら音が大丈夫になる。なるほど。2つ目、透き通る喉越し5、うん、まさにまさに透き通る喉越しですよね。これ雑味がないというかね、お米、日本酒の味がもうすごいですよね。はい、どうしよう、これでいいか。もういい、ブツブツはもう今日は気にせずいきましょう。はい、イオシスのお二方、はじめまして、ゴーっていう、
豪太くんというはじめまして五稜郭タワーのキャラさんがいる。あ、本当ですか。はい、今度行ったらちょっと挨拶してあげてください。五稜郭は僕らはイオシスの旅行番組企画みたいので函館はもう2回ぐらい行ってて、おその度に五稜郭タワーに行って、うん、T シャツを買うT シャツを買うんだ。そう、お土産に、うん、なるほど。今度行ったらじゃあ多分くれます T シャツ。マジっすか。やっためう。3つ目の項目、雑味出た、ゼロ雑味ゼロ。もうそれ2つ目と同じこと言ってるじゃないですかもうでも本当にな、贅沢な、贅沢って味しますよねこれね。八海さんの焼酎もめっちゃうまいって。そう、八海さん焼酎もありますよね。へ、やばくないですね。獺祭とどっちが美味しい。匂いは獺祭とどっちが美味しい。どっちとかじゃないですよね。いや、まあそうだねどっちも美味しいよねもう、そりゃそうだよね。まあでもお値段で言ったら同じぐらいはするかな。獺祭の方がもうちょっと高いかな。磨き2割3分はね、はい、そうだよね。4つ目、瓶の再利用度飲んだら花瓶にしちゃう花をね、一輪挿しをね。あ、そう、そうこうしてるうちに後ろではなんとビストロ社長始まりました。お腹さん、わさびどけてください。静かに始まりましたよ。コンビーフ、コンビーフじゃないや、なんだっけ、コンミート、コンミート牛肉ではないってのが分かりますよね。コンミートね、ムチがついちゃった。牛と馬のね、あ、先に。もう一個お箸あるかい。はい、じゃあお箸をください。乗っけて食べる焼きそばっていう謎のアイテムを。ちょっと待ってください。なんですか、混ぜるラー油混ぜるラー油じゃないや、かけるラー油みたいな。あ、ありがとうございます。のなんか、え、中が予想と違ってなんだろうこれっていう。焼きそばじゃない。一人目勇気いるやつじゃないですかこれあ、落ちた。え、今日なんだこの流れ、当てが危ないみたいな。え、それがこれが、乗っけて食べる焼きそばというこれ商品そのままですよね。まあまだし、今開けましたよ。今開けた。ちょっといただいていいですか。リトルさんから試食の方を。予想と全然違う。あ、でも匂いはあのややソースの匂いしますよ。眉間にシワが。このまま食べるもんではないですね。ああ、乗っけるもんですか、ね。うん。ただご飯には合いそうです。おお。うんうんうん。焼きそばですかこれ。焼きそば要素が一つもない。ね、もっとそば飯的なその麺のぶつ切りが入ってるのかと思ったら。電子レンジって今使っても大丈夫。あ、大丈夫だと。行きますか、外のご飯ありますけど。あ、それもやります。これを、はい、ちょっとよくわかんない。あっちの方が怖いんですけどブレーカーとか大丈夫。ブレーカー大丈夫です。落ちたらまた再放送しますからいや夏はクーラーつけてるけど今はつけてないんで、ね、多分大丈夫だと思います。あれ大丈夫ですか、ご飯に焼きそばってデブなでもこれ焼きそばですか。あのほのかに焼きそばも感じられますけど、うんうんうん、焼きそばではないですね。まず麺が入ってないですよね。はい、そうですよね。焼きそばの具をもっとなんかしなしなにしたような、うん、まあ、美味しくなくはないです。美味しくなくはない。ご飯に乗っけたら本当に美味しそう、うん、酒のあてにどうかなと思ったんですけどそうでもなかったですね。ただあのわさびをチンしてますよねあれ緊張感がちょっとありますねあ、画面があっちなんだ本邦初公開じゃないですか、うん、弊社の電子レンジビストロコアックマ以来よかった
ピストロコアクマと同じぐらいの緊張感ありませんかね、いや、ほんとあ、すごい匂いが、ね、あ、ほんとだ、美味しそうな匂いではありますよね。まだ行くんだ、おいちん、おいちん、おいちん。あ、ご飯に乗せる餃子は僕も食べたことあります。それに、それのもっとソース味っぽい感じ、うん、社長危ないな。そうですね、コアちゃんと同じ感じしますよね、あれしますね、うん、あの微妙なこだわりがあるんですよ。いい顔になった。オレンジの秒数を微妙に調整しましたけど、まだあれですよね、まだ完成じゃないです。コンミートのみの状態ですよね。まだコンミートだけです。これにわさびを混ぜます。わかりました。じゃあ混ぜる間にちょっと紹介しておきます。4つ目の項目までいったところですよね。はい、続きをちょっと書いてもらって、そうです、箱ティッシュはうちはセコマですよ。爆発はしないです、大丈夫です。家庭的な事務所ですねって。まあまあまあ、そうですよね。美味しいお酒のあてが、ね、もうちょ、今日ちょっとね、いつもより本当グダグダ感がね増してますけども、まあまあこういうのもねいいですね。5つ目のこれね、そう、自分で買えると1位ね。買えないですよね、この値段は。いやだって4号で1万2000円、うん、でしょ。したら居酒屋で1号頼んだらまあ4000円ぐらい取られちゃいますよね。ね、1000円ぐらい乗っけられたとして、紙パックの日本酒12升買えますよ。いや、ほんと12升ですね、5じゃなくて。いや、ほんとそうだわ。1年の締めに買ったら年越せないかもよ。いや、これはほんとね、ちょっとね、うん、思い切らないとね、なかなか自分でも。あ、さらに、あらさらに美味しい、わさびを、でもなんか形状が変わって、わさびをあえて、あえずに崩してこだわるな。こだわるな。いや、違う、ロシアン的なやつってちゃんと、ま、あれですよ、その一人わさび大盛り当たるとかではないですよね。多分そうです、ね、めっちゃ真剣ですね。表面の具合を見て止めるんですよね。まあまあ忘年会ですからね、いいですよね、たまにはこういうのもね。近いっすね、近い、距離が、ね、もうレンジと3センチぐらいで見てますからね。あ、止めた。大丈夫、その上の布巾とか使って大丈夫。はい、熱くないですか。火から目を離さない点は小圧より優秀。まあまあそうですね、こっちゃんレンジ使った時はもうなんか なんちゃらソース、うん、地獄みたいなソース、うん、地獄ソース作ってましたもんね。そうそれ俺もさっき。いや、そうなんですよ、あのね、シンクに地獄の跡ね。あれ多分クリパの前日ぐらいにやってた電子レンジで、それもお皿を焦がしたみたいなやつが、多分つけ置きしてたら焦げが浮くみたいなこと言って、もう2週間ぐらい経ってるんですけど、まだあるんですよね。確かにちょっと焦げ浮いてきたんで。まだ焦げてるんですよね。あ、すごいすごい匂いしてきた。何これ。相当な白絵の具ぐらいの出し方してましたよ。そんな出すんだって。あ、すごい匂いしてる。チープわさび15センチぐらい出してましたよ。片付けできない女はダメだ。あ、まあ確かにね、ね、お部屋の汚い女性とかはちょっとね、残念な気持ちになりますよね。ちょっと匂います？匂ってきましたこれ。ちょっと緊張感ありますね。ちょっとカメラ寄れますか？はい。いや、見た目は
すごい。でもあれですね、その混ぜ方とかは丁寧ですよね、某クマさんよりは。あでもなんか美味しそうですね、うん、そのほぐれ具合が、あこっちはねわさび多め、上級者向け、そうこっちはね普通な、こだわるなわさビーフ的な、いやそう、まさにそうですよ、わさビーフ、生わさビーフですよ、わさミートっすよ、うん、あそうそうビーフじゃないミートですあの馬混ざってる。いやでもうん匂い的には、うん、いけそうな気してきましたよ、うん、ねこっちはちょっとそうですね、すごくこねていらっしゃる悪魔様のお部屋掃除してあげたい、いややめた方がいいっすよ、その虫とか出てきますよ。悪魔将軍との戦いでバラバラにされたミート君じゃないあーミート君がバラバラになったコンミートってそうだったんだね、そんなんじゃない、そういうのではないですよ。そうなんですよね、お皿を焦がしたクマさんがいるんですよね。あれ何してたの、コアちゃんは何してお皿が焦げたの。わかんないです、わかんないよね、僕その日来てないんでいやすごいなんかその破裂音がして、あとはもう自分の中夜まで焦げた匂いしかしなかったんですよ、ね、クリパの前の日ですか、前か前の前の日ぐらいね、練習ってことですよねきっと。そうなんじゃない、そのコアちゃん火使う料理ありましたっけ。いやレンジでなんかチンしてたんだよねあいつ白目になってたな、ミート君ねそうそう、あんまり変なことしてるとコアちゃんまた出てきちゃうんだよね、ちょっとね、うん、いいんじゃないかな、気をつけましょう。できたようですよできたみたいですよ。マヨネーズも混ぜたら良さそうな予感っていう。あそう、僕は家でこれやるとき、家でやるときはマヨネーズを横にちょっと盛るんですよ。ちょちょんってしてね。そうそう。なるほど。リトルシーから。じゃあそうですね。はい、じゃあいただこうと。はい、ここ辛いとこなんで。わかりました。じゃあまずは。絶対にこれも置いておきます。マヨネーズ。あじゃあマヨネーズ。あマヨネーズある、すごい。あでも匂いはいいですよ。まあ普通ですよ結構。うんうんうん、お、おいしい、やったそうでしょ、おいしい、そうなんです。これわさびを混ぜることによって、うん、この馬肉の脂っこさが軽減されて、うんうんうん、さっぱりした味わいになるんですよ、ね、うん、なるなるなる食べたいあすごい、これはねいけますよ。そうこういう未知のこのチャレンジが成功してるケースは、うん、素晴らしいと思うんですよ。理論がしっかりしてますね。そうだね。さらにマヨネーズをかけるっていうのもありますね。うん、マヨネーズプラスもある。食べてますね。うん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 。おお。よかったよかった。すごい。ありですよね。ありですよね。あじゃあちょ上級も言っていいですか、じゃあ。上級はねこれ相当辛いっすよ。ちょっとだけにした方がいいです。うん、で本当に。うん、なんか日本酒あもうちょっとだけの辛いっすよ。辛いっすよマジで。離れない。あ辛い相当出してましたからねわさびで笑ってました。ちょこっとの方がいいですよそこは。あでもそれ辛いっすよ。あ、うん、上級ですよね。上級ですよ上級笑ってもたって。ちょっと今結構一気にいきましたから。すごいカメラに背向けてますけどねみんなあいやでもね素晴らしい。これねおすすめ。こういうなんかお手軽チャレンジ料理いいですね、うん、あこっちですこっちです。コアちゃんキャラメルを柔らかくする練習をしてたみたいです。レンジ使ってでキャラメルが全部皿に焦げついたってことね。はい、なあーなるほどね。あ本番優先してたあれだ。あそうだレンジはもう NG だと、うん、そうだね分かったんですね。レンジは難しかったんだね。うん、いけるかも。うん、わさみとうまし、うん、うまいですねこれ、うん、これは全然そのどっちかって言ったらビールに合う感じかもしれないですけども、うん、お酒に
ぴったりですね、うん、お酒にいけますよ、うん、これは1万2000円の酒で飲むあてではないそうですね、これめっちゃまあまあ、まあ、そうですね、 B 級グルメ的なワンカップで良かったかもしれないですね、うん、あとまあマヨネーズとか醤油とかをね、お好みで足していただければ、チェンジしてあげて、そうなんですよ、うちのスタジオはね、マヨネーズがあるんですよ、まあコアちゃんの名残っすけどね、ビストロの、あ、まあそうね、そうだから大体の調味料あるもんね、そうっすね、うん、なんかコアちゃんの料理は、うん、もやしも食べろっていうマジで、うん、美味しそうな料理で僕も食べろっていう、あ、食べたい、ツイートがないんですよ、食べたい食べたいって、上級食べたいって言うんで上級にマヨをつけるとすげえうまいです、でも辛いっすよ、上級はマジで、ちょっとずつにした方がいいっすよ、上級と上級、そっちちょっとにした方がいいっすよ、ベストアテはわさみいとく、そうですね、いやちょっと安してくれる、優しいなそれはなんかもうだって悪ふざけじゃないですかあ、ちゃんとマヨつけてくれてる、もうこれマヨあったら大量でも全然いけます結構辛いよ、アクアさんの口にのサイズだったらちょっとかもしれないけど、いくいきます、ね、わさびチューブそのまま食べるようなもんだと思ってちょっとしたシューマイぐらいのサイズありますよ、美味しいでしょ。こほっこほっこほ。あ、でも美味しいよね。うん。美味しいですよ。うん。あ、やったぜ。酒飲み御用達ですよ、これは。鼻から息が。こほ。うん。でも美味しいですね。美味しい美味しい。でしょ。ね。コちゃんもこれぐらいので抑えてくれたらいいんだけどな。うん。じゃあベスト当てがわさみーとくんということで、例えるならばの方ね、お願いします。今日いいペースじゃないですか？1時間かかんないですよ。おお、ここまで。最後にね、ちょっとね、あ、いいね、それね、人仕込みありますんで。はい。仕込みの小道具で僕さっきからここ。うん。通りづらくてしょうがない。そうなんですよね。それうまそうかな、うん。うん。ちょっと違うけどいいや。あれ？ポールの中間などを作るんですね。ああ、そうかそうか。うん、今日全然コメントを読めてない感じがするんですが。うん、おにぎりの具にもいい感じです。あ、そうですね、まさに。あ、正解ですね。いいっすね、うん、パンに挟んでも良さそう、うん、すごい、なんかみんなこれに対してすごいコメントがポジティブ。やったみんなスーパーでコンミート買うといいですよ、うん、コンビーフでもいいですけどね。そうですね、その温め具合がね、味噌ですよね、うんうん、あんなにほぐれるもんなんですね。あの、そうです、いや、まあそこはね、丁寧に丁寧に、うん、温めてちゃんとほぐして、うん、あの、はい、まんべんなく混ぜるのが、うん、大切です。そうですね、ビストロイオシス社長、ビストロだからあれですよ、料理の鉄人みたいに社長対コアちゃんとかやったらいいんじゃないですか。あ、ね、審査員博士とかで。まあ拓哉さんと博士で審査員で、あとうちの中山とかオケノとか出します、いいんじゃないですか。あれ博士元気か。あ、そういえば博士は、博士、あれ博士タイムラインいなくなっちゃった。博士は今、博士見てもう、まあ、忙しいっすよね。ではでは、こちら本日2本目、八海さん例えるならばはこんな感じです。こんな、あ、ちょっと待ってください。こんな、あ、もう、よいしょ、いい酒あるんなら呼ばれてなくてもじゃ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 ん。なるほど、うまい、うまい、うまいです。なるほど、なるほど、まあ瓶の形でね、はい、まあ、ハクション大魔王にかけたわけですが、うん、いいですね。呼ばれてなくても、画伯書いてますね。あれ
パンキー珍しいの。スパンキーとかあるの。パイセン来てんの。おお。パイセンこの番組とかいいんだ。へえ。レーザーチャートすごい面積低くない。本当だ。ビスコはね、ビスコはね、なんかどうしたの。そう、今なの。珍しいよね。ああ、いいマストじゃないですか、これ。斜面の準備しますね、じゃあ。あ、博士も見てるよ。博士今どこにいるんですか。東京ですね。あ、そうです。博士ちょっとあれしますか、ちょっと皆さんにちょっとつなぎたいですね。声とか聞かせますか。東京の人だからだな。東京の人だからな。博士どうします。電話とかしちゃってもいいですか。お、しますか。うん、酒はどこじゃーっていう。このイラストいいですね。あ、これいいな、すごい。ちょっとシャメっとこ、はい、よいしょ。この歯っていうのは白鳥の歯ですね。よい、ちょっと待ってください。角度が難しいです。今日の悪魔様冴えてる。いつも冴えてますよ、悪魔様は。クリーパーがすごい冴えてましたね。クリーパーね、クリーパーはね、トンチキしてたんだけどね、いかんせんその、みんなそのスリリングな方に奪われて。そんなではない。それは相当うまいこと言ってたんだけどね。まあまあまあ、まあ、あれも乗りますよ。ボリューム次6だもんね。うん、そう、年明けに放送1回やったらもうボリューム6。6と言ったら悪魔さんの数字なんで。いや、そうだよね、特別版。最近575覚えた。吉田類的なね。そうだよね、最近。そうそうそう、そのうまいこと言うプラスリズム感みたいなのね、あるもんね。林ライスとか肉じゃがの味に近い。料理作ったらどうしようか。そうか。あれ、博士とかって今電話したら出ます？わかりません。電話してみますか。これいります？いや、こっち。ああ、もう繋いじゃうかな。来年から歌っていくよ。あ、いいですね。それいいかもしれないですよ。ちょ、これを刺してもらって。そのケーブルっぽいですね。そしてね、これがちょっと接触悪そう。あ、今収まったんじゃない。これ押さえてたら収まるんじゃない。博士にかけて。いや、そうです、博士。ちょっとなんか音がした。あ、スカイプですか。スカイプですわ。もしもーす。あ、出た。なんかあれだよ、 CM が、広告が流れちゃって。ちょっと待ってください。博士、博士、パソコンの音切って。なんか今、あ、航空流れた。もう収まった。博士聞いてる。博士、博士にかけて。いや、そうです、博士。ちょっとお疲れ様。博士ちょっと、博士ちょっとパソコンの音絞ってください。はい、ごめんなさい。あ、すごい、あれ、これみんな聞こえてますよね。聞こえてます。おー、すごい。博士見てる。博士今何してますか。今なんかみんな酒とか飲んでるけど美味しそうだなって。うん、一人で寂しくしてました。天の声。で、あ、もうこのままちょっと繋いときますか。じゃあ、あ、そうです。あ、じゃあ、はい、はい、博士の声放送乗るんで、はい、ちょっと気をつけてください。画面はい、わかりました。気をつけます。博士の画面出ます。みんな聞こえてる。聞こえてない。ちょっと待ってください。今なんかセッティングをどうにかしないかいけない。いや、めっちゃ聞こえてますよ。本当、みんな聞こえてる。まあ、あのリアクションはちょっとあのラグあるんで。ラグあるんで。なんか俺寂しいよ。寂しいよ。いや、あの声のみの参加で、じゃあお願いします。はい、わかりました、はい。博士もなんかお酒とかある？今ない、今ない。今ないの？手元になんかビールとかないんですか？今ないね、あの、ないから美味しそうだなと思って、さっきから。じゃあちょっと、乾杯したいんで一回水用意してもらっていいですか？
わかりました。あそこにウーロン茶があるから、あります。大丈夫です。ウーロン茶で。はい。じゃあ、画面ちょっとラグあると思うんですけど、音声のみでいきますよ、皆さん。はい。はい。じゃあ、博士も今年1年、はい、いろいろお世話になりました。え、こちらこそ。はい。来年またよろしくお願いします。お願いします。はい。では、せーの、乾杯。乾杯。いやあこれ面白いな俺だけなんで俺だけウーロン茶なんだろう博士今一人ですか一人です今あら寂しいなんかあらお家ですかお家今帰ってきて、うん、あれですよなんか今日なんか話しかけられるかもしれないからと思って、うん、結構急ぎで帰ってきて、うんうんうん、でも一向に話振られないからさっき寝そうになってやべやべ危なかったあすごいこの音声参加面白いなこれなんかいろいろできそうですね今後ねあそうですね確かにね、うん、今後ちょいちょいできるかもしれないですね博士ほらもうこの現場見えてなくても喋れるなじゃあ博士あのここからは放置気味でいくんでわかりましたわかりました。じゃあ僕も適宜声出してきますんで、うん。そうですね。あの音を頼りに、はい、あの割り込んでください。じゃあわかりました。そう音声で突っ込んでって言ってます。あくまさんが。了解です。はい。ではでは、本日2本目終わりましたんで、今日はね2本で終わりなんですが、はい、ここでなんと年明けのね、はい、福袋毎年うちで出してますが、うん、あ博士これ聞こえてます？聞こえてますよああよかったよかった、それに入れるね商品をねおちょっとねこの番組で紹介しようっていうことで、うん、あいいですねあいの手がもうけなげこの小熊崎からもなんかちょっと福袋に商品出せって言われたんでなるほど悪魔さんがあそうそうそうですよ、なんでもイオシスが博士の、はい手形色紙、はい、はい、みたいなの出すって聞いたんで、はい、よし、それいただこうと思ってで、悪魔さんの書、一、うん、人一枚入れようっていうね、うん、こちらに、こちらに書いてあ、そうそう、色紙をね、いっぱい買ってきたんですよ、はい、ああ、いいですね、で、たくさんあります、工作といえば、もやしくん作の見えますかね、このサイコロ作ったんですよ、はい手先が器用なもやしくんの、このサイコロを振りまして、はい悪魔さんがそれで出た字を書いていただくっていうねおお、この博士の愛のってウケるなこれなんかすごい新鮮だななんかいいですねこれねちょっとうっすら BGM かけておきますかあともう博士に任せて、うん、そうですねあとはもう僕ら飲むだけなんでテレビショッピングそうテレビショッピングみたいなわざとらしい合いの手がね多分博士は見えてないからあそっかそっかあの過剰なんですよ合いの手がサイコロも見えてないから博士これ見えてるのまだラグあるからまだ見えてないはずなんですよおーってあーだだだ見えかけたあの携帯の前に出してあげたら多分ああそっかそっかあーなるほどなるほどこれ書いてあそうかそうかここで見れるんですねなるほどあーいいですね、というわけでじゃあ試しに僕が一回振ってみてはいはい悪魔さんに一回書いてもらうっていうのいいですか？あ、じゃあこれ出しますもう。もうそうですね。お習字セットいただいて、はい、ちょっとあ後ろの方が見えなくなっちゃうかもしれないですけど。そうですね。ちょっとね。これこうすかこうすか。縦だね。そうですよ。もちろんそんなマジックとかで書かないですよ。書といえば毛筆です。弊社は代々。墨汁ちょっとじゃあはいじゃあね、悪魔さんちょっと横かに回ってもらってはいあの炭なんではいあの汚れないように気をつけてくださいあのね中山さんすぐ飛んできますからね怒られる気をつけてくださいねほんとね画像ねはい分かってますよだいたいではではでは
じゃあもう一度説明しますが、はい、こちらのサイコロを振りまして、はい、悪魔さんが、うん、ちょっと一個一個消化しますか。悪、はい、酒、うん、飲む、うん、眠クマそしてスペシャルということで、ね、はい、星、じゃあちょっとね、書道ということで背景画像ね、あ、それもらいます。背景こちら、背景が変わるんですか。一回ちょっと背景カメラ消して、はい、おお、今年の漢字っぽいやつ。まあ、まあ、漢字なんですけど、ね、言わない方がよかった。しまった。小熊やって書いてありますけど、ね、こんな感じの背景でちょっとカメラもうちょっと上に、こんな感じです。あ、そうです、はい、それでいきます、はい、じゃあ、寄り目の背景でいいですよ。はい、じゃあこれでいこうかなと思います。はい、じゃあ、では僕振っていいですか。そうですね、僕振っちゃいますよ、はい、映るところにちょっとスペースがないのでもうこの下で振ります。はい、いきます。では1投目、悪でございます。わすげー、焼酎の瓶しか映ってねえ。もうしか日本酒の瓶だ。これです、これで見えました見えました、悪、はい、見えました。じゃあこれを、まあどなたの手に渡るか分かりませんが、おライブで書いてもらおうと思います。おもう迷いなくいきますね。某お寺の和尚のごとく、お、うまい。おあれうまい。おいいんじゃないですか。うまい。筆の運びの具合ももう全然すごい。これ立ててんのが書きやすいのかな。めっちゃうまい。魂こもってる。おお、すごいすごい。あ、いい、あ、いい、いいですね。さらにはですね、これに、はい、これにですよ、はい、まあ、書といえばありますね。うん、これはさすがにちょっと寝かしますか。ね、寝かしてもらってこれ一回避けます。はい、この書乾いたかな。ちょっと見ますか。これちょっと押さないともう画面伝わらないと思うのでこれもらいます。こっちからいきましょう、こっちから。はい、ちょっとね、早いです。まだね、書ききってないんで気をつけてください。向き合ってます？あ、いいっす、いいっすよ、いいっすよ。いい感じですね。そうですね、そこですね。指気をつけて、指指を気をつけて。はい、おー、これ1個目ちょっとちゃんと写しますか？写しますか？はい、愛を込めて。なんとこれ専用にハンコ作っちゃったんですよね。すごい。もう一個あります。署名印あれですね。これも、はい、もう一個あります。これはね、下の方に。主肉大丈夫ですか？ついてないですか？もうついたらいいですこれ。あ、いいですね、いいですね。あー、いいできました。おー、これで熊紫ちょっと引いて1枚完成です。はい、これを、うん、おー、福袋の数だけやる。おー、福袋何個あんの。100からあります。100、すごい。いやこれぐらいやりますよ、うちは。博士なんか29個でブーブー言ってましたよ。あれ29ってなんですか。肉ですか。肉です。じゃあ早速。はいはい、あ、じゃあどんどん言ういいですよ。じゃあもうこの番組中にあと2枚ぐらい書いちゃいますか。うん、あくまで早めに書いた方がいいよ、めんどくさくなるから。100多すぎだろっつって。100多いですね。100は多いんですけど、まあやると決めたからにはやりましょう、これ、うん、全員分。
これだけでもうね、そこ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 ね、価値ありますよね。はい、じゃあサイコロ振りたい、振りたい、はい、自ら振って、ちょっとそっちにしてください。これ バシャンとなるんで、もやしの方に振ってください。すごい。でもミンミンミン、眠い眠い眠い、眠いですね。眠い出ました。難しい。あ、なんか背景が若干ありがたい感じに出てるのに、背景あんまり映んないですね。寄っちゃったらもう何も映んないですね。モフ気をつけて。ああ、迷いがない。うん。そう、楽園ね。お。うん、お、特別感、特別感ありますよ。これ欲しい、悪、悪欲しいですよね。悪人気ですよね。花王になるよって言ってる人いますよ。そう、楽園を作ったんですよ、わざわざ。マジで。すごい。筆ペンじゃないですよ。筆ペンじゃないです。本当の墨で書いてます。おー、いいですね。じゃあ楽園はこれ番組5に押すとして、はい、もう1枚ぐらいいきますか。どんどんいきます。もう2枚ぐらいいきますか、番組中にね。はい、いけるだけいきますか。いけるだけいきましょう。はい、じゃあ、あ、ちなみに僕振っていいですか。はい、いいですよ、いいですよ。いきますよ。はい、ドン。はい、何出た。ミンです。ミン出た。ミン出ます。ミン、もう一回やめ、もう一回振りますか。いやいやいや、ミン書きます、ミン書きます、ミン書きます、はい、出たのを書きます。なんせ100あるんで、かぶるのはかぶるんですよ。100、はい、100さっきより早い。うん、うん、はい、おー、いいっすね、いいっすね。まだありますか。はい、はい、まあ、どんどんいきましょう、どんどんいきましょう。はい、星が出ましたね。星出た、星出ました。星、はい、はい、はい、色紙スペシャル、スペシャルなスペシャルな賞。星出ましたか。はい、ちょっと僕この何を書いてるのか。危ない、危ない。 あ、博士の、あれ博士、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 スマホ。あと星、僕さっきからその天井見てるんですけど、星を書いてた。大丈夫ですかこれ。あくまさん、そういうことじゃないですよね。天然感出しちゃいます。星はあれですよ、星は、あのチャンス、ラグありますよ、携帯で画像見ながら見てますけど、ね、何を書いても良かったんですよ。まあ、星もまあ一つですね。あくまさん、天然あるじゃないですか、そういうの。当たり目ってやつですよ。当たり、そう、当たり目、当たり、星書いてた。逆にレアね、これ。これ多分二度とないですから。100枚中1枚唯一かもしれないですよ、これ。すごい。すごいの。はい。あれ？何した？星です、ね。はい、星かぶりました。星。じゃあ、もう星はいいですよ。もう星はいいんでね。今年の。なんか、好きな、ちょっとパッと思いついたやつ。特別感のあるやつ書いてください。これ、これ最後ね。これ最後ですよ。はい。はい、悪魔、金、金。あ、本当に？金金って言ってますよ、博士が。もう、もう違う、もうもう無視して違うの書いてます。なんだこれ。すごい、今でもわさび多めんとこ行ったかもね。ん、悪魔さんはうまい、うまいっすよね、今年はね。あ、漢字なんだろう。あ、出た、これ、これ本当の、本当のやつじゃないですか、これ。今年の漢字の本当のやつじゃないですか。え、今年これなんですか。あんですよね。あ、ひらがなのあに見えるあんのやつですね。これちょっと、すぐ閉じましょう。今年の漢字。あの、どっから突っ込まれるか分かんないんでね、すぐ閉じます。すごいすごい。なるほど。うまい。まあまあまあ、こういうのもね、ちょっとね、混ぜながら。うん。あ、ま、お、もうどんどん。まだ行く、まだ行きますか。はい、乾かす場所かな。じゃあせっかくなんでちょっとお二人にも。はい、やった。今んとこ悪、ミン、ミン、星、星、星ですね、うん、偏ってます。せい、はい、悪です。偏りますね。偏りますね。サイコロなんでね、しょうがないです。ガチなんでしょうがないです。そう、だから多分あのノムとかが99人出ないみたいなのね、あるかもしれないですよ。あ、でもなんか筆の腕上げましたよね、絶対。
日頃祭かと思って星描いたってみんな笑われてますいいですね、いい感じです。これはなかなか、これを100回やるのしんどい。じゃあラスト、ラストタクヤさん振ってください。はい、酒、酒出ました。酒、酒いいですよ。出た出た。ニュー、うん、ではもう番組タイトルにもなってるんで、この番組中にね、そう、ね、これ書いてほしかったですよ、本当に。やった、はい、いい感じですね。太いですね思いがこもってる感じがして、うん、あ、あ、書き順、そう、そうなの、そうなの、すごい、どんどん腕を上げてきますね。いや、星が誰に行くかがちょっと難しいですね。レア。あれ？足りないですよ。1本足りないですよ。あー、いい。おお、すごい、素晴らしい。これ欲しいな。なるほど、さんずいが滴ってますね。はい、みんな腕上げたなって言ってますてな感じでね、これをね、はい、100枚書いて福袋の1商品もういいいや、ダメです。あと90数枚ありますんで頑張りましょうね。じゃあこれ1回下げてもらって、背景も戻します。背景このままいきますせっかく清水寺ですよね、これ清水寺ですか、これ、うん、背景がね、そうですよね、そうですよね、舞台ありますもんね、お清水寺ですよね。スクロールした便利ですね、これね、うん、なるほど、いい感じだったね、そうですね、うん、そうこうしてるうちにもう間もなく1時間半なので、そうなんですよ、早いの、何もしてなかったんですけどね。まあこんな感じで今年も1年、うん、こぐま酒番組名忘れました、はい、お送りしましたが、はい、どうでした皆さんどうでした。皆さんどう、ねね、手出してごらんって。あ、楽園特別、再入場スタンプだった。おー、あ、すごい、あ、すごいいい、これ結構高かったんですよ、これめっちゃいいこれ普通にイベントでやってほしい。そうですね、これいいですな、私もあざす、あざす、かっこいい、うん、おー、おお、あ、くっきり、くっきりですよ。意外とちゃんと彫ってあるんですよ。すごいちゃんとしてるね、はい、これね、うん、いいですね、これいいね、いいですね、すごい、これでいつでも悪魔の部屋行ける、いや、行きます行きます、これあったらもう何おでこ、ちょちょ、あ、あー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 、おでこ、あー、肉じゃないんだからうん、うん、まあ、こんな感じで、来年もじゃあのんびりやりますか。年明けに1本やったら、うん、ボリューム6の、はい、内容が揃うので、うん、まあ、年明け早々にやろうかなと思ってますよ。来年もまたよかったらね、はい、ゲストで来て、ぜひぜひ、あとはもう社長はもうコアちゃんとの対決、あ、そうだ料理の番組、あ、早く新年会したい、そうです、新年会、新年会でまたお酒をね、いい、飲みたいですよね、うん、というわけで来年もまたよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。博士いた、いた忘れかけてた、みんないたんだ、いた、正確にはいるいる、そうですね、習字の流れですっかり忘れてましたそうだ、習字の時何も喋ってほぼ喋ってなかった、見えないですもんね、博士からしたらね、サイコロ何出てるかも分からないしね、ラグありすぎ、ラグありすぎ、声は聞こえるけど、博士東京で飲もうねって悪魔言ってますよ。ぜひぜひ、はい、悪魔来年はイベントをぜひぜひ、そうですね、阿佐ヶ谷でもまたやんないとダメですよね、うん、2月か3月ぐらいちょっと なんとかしてください、博士、ね、やりますか、はい、お願いします、段取りしてください、はい、はい、あ、悪魔会ね、悪魔会といえば阿佐ヶ谷ですよ、
悪魔会員阿佐ヶ谷2016やろうね、悪魔さんが言ってます。はい、ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。皆さん遊びに来てください。はい、博士切ないって言われてます。ね、切ないよ。というわけで、ではでは今年も1年皆さん見ていただきましてありがとうございました。また来年からも小熊酒、そしてみんなこのメンバーともどもよろしくお願いいたします。はい、それでは最後に振るの最後にね、はい、じゃあ悪魔さん振りながら、今回の放送お別れです。せーの、お眠いまた眠たい。お酒飲んじゃったし、そうですね、さよなら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 